100% 一つもやってませんから、完全なデマです。ちょっと溶けてきたけど鼻水出てきちゃった、うん、やっぱり今日はこのお話から、したいなと思うので、僕はあの日ですね、夜あの晩ご飯をお家で食べて食器洗って、でインスタグラムを何気なくものすごい数の誹謗中傷がうわーっとあって、うわーなんだろうこれと思って、そしたらその直後にマネージャーから連絡があって、いやー 100% やっていないことで、事実が一つもないことで日本中から憎悪を向けられた感覚になってたんですよね。でその経験は今まで一度もなくて、本当に恐ろしかったし、まあ、自分以外のね、まあ、妻も含め仕事仲間とか、まあ、きっと今辛い思いをしてるだろうなと思うと本当に悲しかったです。なので改めてね言いますね、 100% 一つもやってませんから、完全なデマです。安心してください。ものすごく怒って、あの僕は私は味方だからねっていう風に連絡してくれたあの人、本当本当にありがたかったです。ありがたかったね。ありがたかったね。なんかすごく心がね、うん、強くなりましたね。なったよね。名前言いますか？皆さんこんばんは。こんばんは。私も今回のことは本当に驚いて、うん、私たちもなんでこんなことが起きてるのかが、ね、私たちが一番わからないっていうか、本当に今回のことって噂されていること、騒がれていることに事実は一つもありません。ありません、はい、でなのでちょっと安心してもらいたいなという気持ちでお邪魔しました。辛い思いをしている姿を隣で見るのが本当に辛くて、もう二度とこういうことが起きてほしくないなと思ったし、うん、大丈夫ですので。そうね、僕ら大丈夫ですので、うん、今後も二人で、ね、協力して、うん、これからのね生活をね、生活をね、うん、粛々、うん、と。そうですね、新鮮だね。超緊張しましたね。これは緊張したよね。ちょっと溶けてきたけど鼻水出てきちゃった。源さんと一緒にいて楽しかったところはどこですか？いろいろね言ってるけど。最近ね、うん。水族館に行きましたね。最近水族館行きましたね。うんうんうん、すごく楽しかったね。魚が泳いでるのは、水の流れっていうのは癒されますね。本当に本当に。でショーを見ながら一緒に踊ったりしました。しましたね。ありがとうございました。じゃあまたね、また後で、はい。